こんにちは、ピアノスペースです。今回よりラ・カンパネラのレッスン動画シリーズをお届けしてまいります。短く区切ってしっかりとレッスンしていきますので、一緒に頑張りましょう。ということで、今回は冒頭から12小節までレッスンをお届けします。まず冒頭4小節、これは弾くのは難しくはありませんけれども、大切なのは拍子感をしっかりと感じることですね。まずお休みの8分9分があって、タッタッタラッタッタ、みんな3つ目の音に向かって音は進んでいきます。なんだかその吐くの一番最初の音のように、タン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 ってこう弾いてしまう演奏が目立っておりますけれども、そうではなくて、タタ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 といった具合にしっかりと8分の6拍子、つまり2拍子に乗って弾きたいですね。もう一度、ちょっと不自然に聞こえる方はもう完全に、っていうずれた拍に慣れてしまった方だと思いますから、よく気をつけてください。タッタッタラッタ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 ラッタッタ、いつも次の強拍に向かって進んでください。もう一度だけ練習、タッタッタ。そしてフェルマータがあります。ここはペダルを離してもいいですし、離さないで余韻を残してもいいと思います。私は離さない派ですね。そして次からがこの曲の見せどころですね。まあ難しいところですけれども、ここで大切なのはこの、いつもこの指で弾くレのシャープの音、それの肘の位置を完全に記憶することが一つ大切なことです。どんな時でもどこ行ってもここの手のポジションにしっかりと戻ってこられるような形の記憶がまず一つ大切なこと。もちろん下に行った時は今度はこのポジションを記憶するということがとても大切になります。そしてもう一つ、手を横にこう雑巾掛けのようには動かさないこと。何かこう丸いボールがあって、それを転がしているかのような、こういった円運動をする動き、それを小さなボールから、小さなボールをコロコロ転がすところから、だんだん大きなボールに転がしていく。もちろんこのレのシャープの音を弾くときはしっかりと形を記憶して、だんだんボールを大きくして転がしていく。こういった練習をたくさんやってみてください。こう2オクターブになった時も大きなボールを転がす。そしてこのレの音の位置は必ず記憶しておく。そういった地道な練習をしてください。だん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 広くしていく。半音ずつ降りてきて、っていう練習もとってもいいです。そうやって確実にボールを転がしながらこの音に戻ってこられるようにしておきましょう。さらに表情としてとても大切なことですけれども、ただとトン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 と叩いていくのではなく、やっぱりここにも美しいメロディーがあるな。
必ず存在していますので、そのメロディーをあらわせるようなタッチを練習しましょう。もう大変です、この動きは。なのでどうしてもただぶつけていく無表情な音になってしまいがちですけれども、すごく綺麗な音楽があります。なので親指だけで美しいメロディーが奏でられるようにたくさん練習してください。そしてその3つ、ここのポジションの記憶、そして円運動、ボールを転がすという運動、そして最後にこだわったメロディー、その3つを達成できればここはパーフェクトですね。まあ左手もやっておけば、左手はまあアルペジオで優しく分散和音でハープを奏でるように弾いてあげる部分ですから、そんなには難しくないと思います。ただそのタイミングとして、なるべく舌が合わさるのではなくて、一番上とほぼ同時な感じになった方が綺麗かなと思います。まあ多少左手の方が先に入ってきても綺麗かなと思いますけれども、一緒に合わさるように弾いてあげると、少しこう時間的な緊張感がこう柔らかくなって、美しいメロディーがさらに味わい深くなると思いますので、その左手の入れ方も気をつけてみてください。まあ何はともあれ、ここは非常に難しい場所ですから、毎日じっくりじっくりと時間をかけて練習しましょう。そして必ず練習するときはミスタッチをしないように意識することです。早く弾くことよりもミスタッチをしないことの方が重要ですから、ミスタッチのしないテンポから始めて、だん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 動きやタッチの感触に慣れていって、少しずつテンポを早めていくというふうにしてください。初めからただただ早く弾いて違う音ばっかり弾いてると悪い癖がついてしまいますから、必ずミスタッチをしないテンポというので、ゆっくりな動きの中で正しい動きを見つけていってみてください。ということで、今回は短いですけれども、この曲を弾く上でとても重要なポイントですから、しっかりと練習されてください。また引き続きレッスンをお届けしてまいります。それでは楽しいピアノライフを。